ハービーマンはアメリカのジャズフルート奏者。初期にはテナーサクソフォン及びクラリネットも演奏したが、ジャズの境界を破るフルートのテクニシャン、あるいはワールドミュージックのパイオニアとして、1960年代以降のフルートを用いる最も秀でたジャズミュージシャンと目される。また、プロデューサーとしても積極的で多くの新人音楽家を発掘した。 ハービーマンはニューヨークブルックリンクでルーマニアとロシアの家系を持つユダヤ人の両親の間に生まれブライトンビーチのリンカーンハイスクールに通ったキャッツキルズリゾートで初めてプロとして舞台に立ったのは15歳の時である1950年代フィル・ウッツらのミュージシャンたちとのコンボに参加してバスクラリネットテナーサックス及びソロフルートを担当したが20歳を過ぎる頃からは バップフルートの第一人者たるべく、この楽器一本に絞る。彼はフュージョンあるいはワールドミュージックの初期の開拓者とされる。1959年には、政府支援のアフリカ旅行に同行して、アフロキューバンジャズのアルバム、フラウティスタを録音。1961年にはブラジルに旅し、アントニオ・カルロス・ジョビンやギタリストのバーデン・パウエルら。 現地ミュージシャンを引き連れてレコーディングをするため帰国した。これらのアルバムは欧米においてボサノバを大いに流行らせ、彼はしばしばブラジルを題材とする仕事をした。1960年代の半ばには彼のバンドにまだ若かったチックコリアを加えてニューポートジャズフェスティバルでのライブは1965年のチックコリアをフィーチャーしたアルバム。 スタンディングオベーションアットニューポートに収められ、1967年のパフォーマンスはニューマムアットニューポートに収められて、それぞれ記録されるべき演奏としてリリースされた。また、1970年の終わりから1980年代初期にかけては、ニューヨークのライブハウスボトムラインやジャズクラブビレッジゲートで、インドの古典弦楽器サロードの名手バさんとレートのデュエット演奏を行った。 1969年のヒットアルバム、メンフィス・アンダーグラウンドに引き続く、数多くのディスコスタイルのスムーズジャズの録音は、純ジャズ主義者からの批判をもたらせはしたが、彼の活躍はジャズにおける関心が衰退するまで、続いた。これらのレコーディングに参加したミュージシャンは、歌手シシー・ヒューストン、ギタリストであるデュアム・ウォールマンとラリー・コレール、ベーシストのドナルド・ダック・ダント・チャック・レイニー。 そしてドラマーのアル・ジャクソンとバーナード・パーティラで、いずれもソウル・ミュージックやジャズ界でもよく知られたセッションプレイヤーの面々である。この頃、ハービー・マンはジャズ・ミュージシャンには珍しく、数多くのポップヒットの作品保持者であった。彼は1960年代から1970年代にかけて25枚のアルバムをビルボードのポップチャート2 0 0に送り込んでいる。また、 彼の最もポピュラーなシングル、ハイジャックは、1975年に、ビルボードのダンスチャートにおいて3週間首位の座を勝ち取り、総合シングルチャートのビルボードホット100でも14位のヒットとなった。彼はまた、1978年のカナダ国家の映画制作部門におけるアニメ作家一種パテルによる、ショートフィルム、アフターライフのための音楽を提供している。 1969年、彼自身のレーベル、エンブリオレコードを設立し、本格的にプロデューサー業務に乗り出す。配給は、アトランティックのコティリオンレコードを通じて行われた。エンブリオは1977年までジャズからロック思考まで様々なアルバムを制作、リリースしてきたが、以降は立ち行かなくなり、後の1990年代に至って、ココペリレコードが立ち上げられた。 1996年、エイズ基金、レッドホットオーガニゼーションのためのボサノバアルバム、レッドホットリオでは、他の多くの音楽家たちに混じり、オルタナティブミュージックバンドのステレオラブと一緒に、ワンノートサンバ、サーフボードを共演した。最晩年は、前立戦癌との長い戦いの末、2003年5月3日の、ニューオーリンズジャズ祭への73歳での登場を、 最後に、その2ヶ月後の7月3日に亡くなった。2004年には、旧ユーフィル・ウッズとの共演版、ビヨンド・ブルックリンが遺作としてリリースされた。ありがとうございます。